皆さんこんばんは、 MK です。ルイージマンション3パート29やっていきましょう。前回に引き続き宝石集め進めていきたいと思います。なんですけど、ここのフロアはもうすべて集まっているんですよね。なのでテレサだけ回収していきたいんですが、待て、いきなりここだな。この辺にいると思いますよ。どこでしょうか。こっち側ではなさそうだ。危ないよ。待って、これ何、復活してる感じ。うわ、ここめっちゃ反応してる。ここっぽいな。待てよ、この箱の中っていう可能性もあるんでしょうか。一応この辺も反応しているんですが、うーわ待て、うわわかんねえ、こっちっぽいけどな。ここがめちゃくちゃ反応してる気がするけど、いや弱いか、わかんない。うわ待って、ここだわ、絶対ここだ。開けていきましょう。中にいるんでしょう。オッケー、はい、私テレック、よくも見破ったわね。悔しい。こいつ回収していきましょう。はい、ダークライトを当てて、おお一発で当たった。はい、ここ実体化させたら後ろ側に引っ張って、ドッカンドッカンで、はい、これ連続でやっていきますよ。なんか後ろ側からハートが出ましたか。あれはあまり関係ないでしょう。はい、そしたら金の延べ棒を大量に回収して、これ拾わないともったいないですからね。うわ待って、あそこのハートも欲しいんですけど、それ私にくださいな。オッケーオッケー。はい、そしたらダークライト当てていきましょう。どこ行った？あれ？あ、いた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 。はい、こいつダークライトを当てて実体化していく。そしたら残りの体力が9。後ろに引っ張って、ドッカン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 、オッケー。なんとか、はい、テレックだけ回収しました。これでもう11階には用はないですね。あとは12、13、14階と地下1階、地下2階をまだやってないんですよ。なのでそれまで、いやでも今回じゃ無理か、次回になりそうな気もするんですが、とりあえず12階に向かっていきましょう。はい、12階ビーチレストランフロアに到着しました。ここはね、なんか怪しいところがたくさんあるんですよ。取ってないのは残り2つ。こっち側絶対なんかあるんだよな。あそこにグーイジで通れるところがあるのは以前から気づいているんですが、どっから行けばいいんだ、この裏。やっぱりなんかぽいんだよね。待って、一応これで回収してみますか。はい、このでかいモバキュームを使って、はい、ここ回収してみましょう。あ、絶対これだ。待て待て待て、はい、こっち側バーンと剥がして、こっち側は、あれ上は何もないか。一応全部回収するけど何もなさそうだ。この辺ももう回収できるとこはしましたよね。じゃあはい、解除していきましょう。そしたらグーイージで入れるところがあるんでしょうか。あった、それは分かりづらいわ。はい、グーイージでここに入って、そっち側から出るんでしょう、どうせ。はい、そっち側から出てきて、これはどうすればいいんだ。とりあえず金の延べ棒を取ったらレジか。レジを調べていきましょう。中から宝石は出てこないか。あれ待って、絶対宝石だと思うんですけど、この辺か。上のところ地球儀、え、じゃあ地球儀をぶつける感じ。はい、ここにぶつけて、違うな。え、地球儀どこ行った。あれ、どっか行っちゃった。あ、あったあったあった。これはなんだ、外側に飛ばすのか。ちょっとルイージさん、ルイージさん出てきて。はい、ここは、はい、グイージ回収して、ルイージでこいつをどうにかするんでしょうか。なんかに、あ、待って、これに当てるのか。これにぶち当てる。あ、ぽいぞ。これに当てていけばどっかに宝石が入ってるとかっていうオチかもしれない。違うな。あれ、うっそ、あっち側なんか右側に何かありましたっけ、当てれそうな場所。一応行ってみましょうか。え、関係ない感じ。一応持ってきたんですが、この船か、船が動いてるのちょっと気になるんですけど、違うっぽいな、この辺。なんか違う気がするけどな。これは一応全部当てていきましょうか。はい、ここにドンとぶち当てて、おお大量のお金、ありがたい。まあまあまあ、これはこれでいいとして、今やりたいのはそういうことじゃないんですよ。一応全部壊す、なさそうですけど。そしたらはい、これに当てていきましょう。中からあるんかい。え、うっそ、わかりにくすぎない。とりあえず一つ回収しました。そしたらここのエリアにはもうなさそうなので、奥に進んでいきましょうか。でもね、もうこの次のエリア、ここはもうね回収したんですよ、クリスタルを。だから関係ないと思うんだけど、一応見ていきますが、ほらここに一つあったんですよね。でももうこれは取っている。でも待てよ、このビーチレストランフロアって6つもないよね、エリアが。ってことは被ってる可能性全然あるな。奥から見ていきますか。うわでもな、一番、おっと待て、テレサがいる、テレサがいるぞ。さらに奥か、確かに BGM が変わっていないところを見るとさらに奥な気がする。一応奥に行ってみましょう。テレサいるぞ。待て、どの辺だ、この辺にいるな。うわ待って、その穴子邪魔ですよ。この辺か、わかんねえ。待って、これ調べられるんだっけ。これは調べられるわけではない。あそこか、関係ないか。うわ待って、めっちゃ反応してるけど、めっちゃ反応してるけど、あれなんじゃないの、違うな。あたたたた、やめてください、あなたさん。はい、この穴子は回収して、あれなんだ、何が正解、あれに当てるのが正解なんかぽいよ。あ、待って、奥側な可能性全然あるな。奥行ってみますか。うわ怪しいな、確かに奥も。はい、この奥に向かっていきましょう。テレサさんいますか。
あ、待って、その奥の木箱っぽいな。そこに行けばまた反応しそう。はい、一番奥まで進んで、この上じゃない？テレサさんいますか？あんまりいろんなところに移動しないでほしいんですが、これ一発で当てないとね、移動しちゃうんですよ。うわ、ここだ。待て待て、 100% ここ。これじゃないな、これじゃないな、これか。これめっちゃ反応してるよ。うわ、でもこれもめっちゃ反応してる。うわ、これっぽいな、ここっぽい。うわ、待って、でもこれも反応してんな。これは？これそんな反応してない。これか、これか、これって感じ。あ、でもこれだわ、これですね。これでいきましょう。はい、こいつを後ろに引っ張ってドカンとやる。中からテレサ、あれ？これか、このちっちゃい箱、こんな中にテレサ入る？はい、後ろにドカンとやって出てきた。はい、テレシー、こんにちは、僕はテレシーです。海のような広い心で見逃してくれませんか？見逃すわけがないでしょうが。はい、ここダークライトを当てて後ろ側に引っ張っていきましょう。いや、あんなちっちゃいとこにこのテレサが入れるとは思えないんですが。はい、そしたら連打して金の延べ棒も拾っていく。どこ行ったあいつ、下に行ったか。はい、この辺、ダークライト当てていきましょう。どこ行った、もう逃げても無駄ですよ。あれ、いないな。あー、待って、この辺だ、この辺だ。あ、いた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 。はい、ここダークライトを当てて狙っていきましょう。 OK。 はい、そしたら後ろに引っ張ってドッカン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 。 OK、 なんとかこれでテレシー捕まえました。そしたらラスト一つのクリスタルだけなんですけど、待て、もう場所覚えてないんですよね、まず大前提として。あれ、ここ降りれる、降りれますよね。で、うーわ、わかんねえ。とりあえずなんだ、怪しそうなところは砂か、砂の中とかね、ちゃんと探せばあるような気もするんですよね。なんかあんまり探さなかったんですよ前回。だからちょっと砂の中行ってみますか。うわ、でもこればっかりはなんかもう、いやー、でもな、なさそうっちゃなさそうなんだよな。一応バーッと行ってみますが、こういうところにもないか。おお、びっくりした。やめてくれ、本当にそういうのやめて。なんだよもう。はい、ここピカッとやって OK 倒していく。そしたらこの奥にも進んで、確かね、あの右側の一番奥には、あれ、待って、この、あ、ダークライト、ダークライトでここの橋を出して、でもこれって行きましたよね確か以前に。だから2回目だと思うんですけど、この奥は行ったんですよ。だから、あー、待って、あった、 OK、 あった、ようあったな今。完全に運ゲーでしたが、なんとか見つかりました。よし、そしたらこれでビーチレストランフロアにある宝石は全て入手しました。そしたら13階に向かっていきましょう。はい、13階に到着しました。ここは全然取ってないんですよね。あと4つか。4つは結構大変だぞ。頑張っていきましょう。めちゃくちゃ振動してるんですけど、テレサ、あ、テレサいるぞ。待って待って待って。これか、これめっちゃ反応してる。これは、これは違うな。これっぽいぞ。待て待て、さらに奥に行って、うわ、この辺めっちゃ反応してる。だけど、待てよ、こっち側の可能性もありますけど、こっち側はちょっと緩いですね。これか、これっぽい。一応開けてみましょう。中から OK、 テレチョ出てきました。はい、私はテレチョだ。やるじゃないか、よく鍛えられているな。別に鍛えたわけではないんですが、なんとかテレサを実体化して、あれ、待って、なんか違う呪い玉も出ましたけど、なんだあのベルは。ベルみたいなものがあるので、それも回収したい。待って待って、あ、これ壊すの、これ壊して、はい、呪い玉とりあえず全部回収する。これでなんだ、ベルが出たけど、とりあえずいいよ、一旦テレサ、一旦テレサを回収したい。いた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 。はい、こいつを実体化させて後ろに引っ張っていきましょう。ドッカン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 。オッケー、なんとかこれでテレチョか、あれ、テレチョ、ちょっと、あ、テレチョでいいのか、マッチョのチョですね多分ね。そしたらなぜか出てきたこのベルでちょっと何かできそうですよね。鳴らしてみますか。はい、ここ1回鳴らして、え、関係ない。おお、なんだ、何反応したよ。なんだ、鳴らすの、3回鳴らすの、3回。おお、出てきた出てきた。そういうことか、分かりづらお前、めちゃくちゃ分かりづらいじゃん。そしたらこいつを引っ張って、なるほどね、ベルを出して、そのなんか真似して鳴らすみたいなことだったんだと思います多分。はい、後ろにドッカンドッカン。いけるか、ラスト1回いけないんかい。ちょっとこっち来てください、こっちに来てください。どこ行った、待て、どこ行った、あ、いた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 。はい、こいつピカッとやって後ろに引っ張ってドッカン。 OK、 なんとかこれでクリスタル1つ入手しました。これで残り3つか、まだまだですね。頑張って探していきましょう。3つもある、うっそ、ここ取ったっけ。いや、取ってないな。この辺にありそうですよ、なんか動いてる。なんだ、怖いんですけど。ダークライト、ダークライトは関係ない。あ、待って、あれかもしんない、パンチ。あのね、この辺にね、確かパンチがあるんですよ。このパンチを使って、バレーボールじゃないよ、バレーボールは関係なくて、サッカーボールじゃないよ、
サッカーボールも関係なくて、あ、待って、バレーボールじゃないって、あ、待って、これはこれにぶち当てるとかそういう話違うかな。このパンチを使ってどうにかするんじゃねえかなと思ってるんですが、これに一応ぶち当ててみましょう。あった、え、そんなことある、運良すぎね。とりあえず一つ入手しました、ありがたいですね。そしたら残り二つ頑張って探していきましょう。ここはなさそう。あ、待って、こっち側行ってない気がする。あ、行ったな、行ったけど何も手に入ってないんですよね。待って、なんかありそうじゃね。なんだこれは、ダークライト、ダークライトをどこかに当てる。待って、あるぞ、これある。うおっと、なんだ、あ、何か実体化しましたよ、これじゃん。待って、でもな、こんな単純な気もしないぞ。待てこんな単純なことあるか。一応実体化させていきましょう。中からクリザー、あとお金か、お前か。うわ、ってことはクリスタルじゃねえな。クリスタルだとありがたかったんですが、はい、こいつ限界まで後ろに引っ張って、ドッカンドッカンで、待って、お金もったいない。できるだけ、こっち側で叩いていきましょう。 OK、そしたら、はい、この辺のお金を全部回収して、待ってくださいな。はい、こいつ後ろにダーッとやって、こっち側にお金を出してください。これ叩く位置をね、ちょっと意識しながらやっていかないとお金を損してしまうので、そしたらこっち側のお金まずは全部回収しましょう。で、待てよ、問題はクリスタルなんですよ。クリスタルがどこにあるかって話なんですが、ここのエリアにはなさそうですね。待てよ、この辺はなんだこれ、体重計、体重計に乗る。おっと、なんか動いた。待て、なんか動くよ、これじゃないの。あ、待って、そこの鏡でなんかあったぞ。鏡で反応していました。反応っていうか、鏡を見ればわかるやつでしたね。はい、この辺で、あれ、なんだ、あ、そっち側、そっち側に行って、ここか。はい、ここでば、またたたたたた、はい、ここでガーッと引っ張れば、クリスタルが出てくるんでしょうか。出てきた。わかりづらすぎないか。よーし、これで残り何個、残り一つ頑張って探していきましょう。なんだ、残り一つとかになるとさらに難しいんですよね。一応この先のエリア調べていくんですが、結構まだまだエリアあるんですよ。その中で一つってなるとどこだ。ここは、ここ取ってないよね。そう、なんかね、この外にね、宝箱があるんですよ。これ、あ、これは行ったな、これは行ったんだわ。この辺も全部やりましたよね、走るやつ。いや、やった気がする。待って、これはやったわ、やったけど違ったんだよね。これか、ラジカセ、ラジカセピカッとやる、で音楽が流れる。待って、これ関係あるでしょ。もっかい、もっかいピカッとやる。はい、もっかいピカッとやれば曲が変わる、そういうわけじゃないの。何回かピカ、おーっと、待って、これだわ、これだわ、なんか反応してる、なんか反応してる。もっかいピカッとやるんだろう。そうすれば、あれ、待って、なんか反応してるって、こいつだわ、こいつだわ。はい、ここもっかいピカッとやって、え、なんだ、ダークライト、待って、反応してる、反応してる。これじゃないの、これ、これピカッとやる、違う、なんだ、え、怖い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 、何何何何何、さらに何かやんの。あの音楽が流れた。おおと、そういうことか、分かりづらいわ、分かりづらすぎないか。おおとととと、あの、その黄色いやつが思いっきり、あたたた、そっちに行っちゃったんですが、待って待って、先黄色いか、そうだね、先にこのお金系やった方がいい気がする。たたたた、はい、後ろに引っ張って、はい、ドッカンドッカンドッカン、はこれ遅いんだよな。はい、ドッカンで、君も逃がさないよ。はい、君も吸い込んでいきましょう。で、後ろにドッカンドッカンで、まあまあ、クリスタルはいいとして、はい、ドッカン、オッケー、なんとかクリスタルは全部入手しました。だけど、先にこのね、お金のお化けをやりたい。お金のお化けを後ろに吸い込んで、逃げないで、君、はい、ドッカン、はい、ドッカンドッカンで、オッケー。そしたら君もすぐに吸い込んでいきましょう。はい、パーッと吸い込んで、ドッカンドッカン、オッケー。なんとか全部倒しました。いや、今のわかりづら。ラジカセ関係なかった？ラジカセ関係なかった説あるな。ただただこっちに来れば、いやでもな、前来たもんね。じゃあラジカセか。ちょっといまいち発動条件が分かりませんでしたが、そしたら待って、ここが13階か。じゃあ14階に向かっていきましょう。はい、14階ディスコフロアに到着しました。ここは結構やったんですよね。残り個数は2個か。2個だとどこだろう。一応奥から攻めていきますか。なんかこの辺も怪しいよね。この壁画とかに隠されている気もしなくはないんですが、ないか。え？わかんねえ。このチケット売り場のところもないんですよね。だけど、あっち側からは手に入ってるのか。いや、でもディスコフロアも結局6フロアもないんで、同じフロアに何個かあるっていう可能性は大いにありますよ。とりあえず待って、テレサが反応してる。テレサがめちゃくちゃ反応してるので、まずはテレサを捕まえていきましょう。ここですよね、絶対。音楽が流れている、どこだ？どっかにいるんだろ？ここは結構反応してるけど、待って、違うな。ここじゃないぞ。
他にも場所があるはずだ。上か。待って、このゴミ箱っぽいぞ。絶対これだと思う。やりますよ。多分合ってると思います。開けていきましょう。 OK、 いました。はい、テレンス、血はっす。自分テレンスっす。隠れるのは得意じゃないっす。そうなんだ。はい、じゃあダークライト当てていきましょう。待って、あとこれは、あれ、待って、なんか違う、また違うやつ回収しました。はい、これはこれでいいとして、またお前いるんかい。じゃあ先お前行くか。テレサの前にこいつ回収してしまいましょう。多分どっちも時間制限はないと思うんですが、待って。はい、後ろにどっかで、これテレサも行けちゃう、テレサ行けちゃうんでしょうか。待って、爆弾投げてるやついる。あ、怖っ。待って、先お前どこ行った、どこ行ったあいつ。はい、ここピカッとやって、先にこいつを後ろにドカンとやっていきましょう。 OK。そしたら、はい、クリスタル一つ入手しました。これで残り一つなんですが、テレサさん逃げないでよ。待って、テレサさんいなくなるとかないですよね。ダークライトを当てていきましょう。テレサさんどこ行った、あれ、あ、そっち側だ、そっち側にいましたね今。あれ、いないな。え、こっち側、あ、いた。はい、ここ実体化させて後ろに引っ張っていく。まあ今のも完全に運でしたね。前回のあのベル、前回というかあのさっきのベルの、ベルもそうだったんですけど、ダークライトを変に当てると出てくるという。あー、待って、またこっちにいるな。はい、ここ実体化させて、テレサさん後ろに引っ張っていきましょう。9になるときと10になるときは何が違うんでしょうか。私の連打の度合いですか。 OK、 なんとかこれで、テレサさん捕まえました。で、残り一つなんですけど、私絶対怪しいと思うの、あの後ろのアフロの部屋、あそこ前回見つけられなかったんだよね、あそこからクリスタルを。でも絶対あると思う、あの奥に。私が気づかなかっただけだと思うんですよ。なので、後ろのアフロの部屋出していきましょう。ここですよね。はい、ここを調べて、後ろ全部吸い込んでいきますよ。はい、ここガーッと吸い込んで、アフロの部屋があるんですよ。で、こっち側だと思うんだよな、違うかな。一旦、はい、この辺全部回収していきましょう。回収し忘れではないよね、多分全部回収はしてたと思いますよ、前回も。はい、ここダーッと回収して通れるようにしていく。見えるところは全部取ってると思うけど、上か、その上のなんか照明みたいなのも全部取っておきましょう。あとは関係ないか、取れるものは取った感ありますよね。はい、この辺の壁ももう取れない。上のあれは取れる、あー、一応取れる。あそこの壁も取れる。終わりか、これで終わりですね。わかりました。そしたら奥に行って、何か怪しいところがあるんじゃないか。待って、わかった、ダークライトじゃん、これだわ。ここのアフロをダークライトで出す。で、そうすればここが吸い込めるようになる。クリスタルでしょ。あれ、うっそ、え、なんだ、 ZLZR、 それ何、引っ張るの、それをさらに引っ張る、違うな。あーた、引っ張るで合ってた。はい、ここでクリスタル入手していきましょう。 OK。 はい、これでディスコフロアにある宝石をすべて回収しました。そしたらあとは地下だけですね。じゃあ地下2階から攻めていきましょう。はい、地下2階に到着しました。で、ここなんですけど、私もうね、怪しいところ一つ分かってるんですよ。あの以前なんか覗いて意味わかんねえっつった、多分あの土管の中、あそこだと思うんですよね。うおっと、お前いたんか、そういえばいたな、そんなの。はい、ここピカッとやって後ろ側吸い込んでいきましょう。こいつのせいで2回目来た時通れなかったんだよ。はい、後ろにドッカンドッカン、いけるか、一発で、一発は無理か。そしたら、はい、もう一回ピカッとやっていきましょう。どこ行った、待って、どこ行った。はい、ピカッとやって後ろ側から吸い込んでいく。なんかグイージと一緒にやればいいですよというコメントがあのたまにあるんですけど、こっちの方が早いんじゃないかなと思ってしまいますね。そしたら奥に進んでいきますよ。あのね、なんだっけ、もともと水が浸ってたあそこにあると思うんですけど、待って、テレサの反応がすごい。テレサいるんじゃね、この辺に。ここか、違うかな、一応中入ってく。テレサの音楽がしたらここで確定なんですが、違うな。あれ、じゃあどこだ、上か、そっち側な気がする。なんかね、この扉に近づくほどテレサの反応が強いんですよ。で、テレサはね、序盤で入手しておかないとまた移動しちゃうんで、うわ、この先っぽいな、あんまり行きたくないけど、じゃあ進んでいきますか。この先はあれですよね、ボス戦の時に使ったんですよ。だから、あ、でもな、ボス戦の場所にいたパターンもあったね。前もあのティラノサウルスと戦った場所にテレサがいたりもしたので、全然関係あるな。うわ、ここだぞ、待って、めっちゃ反応してる。これか、うわ、これめっちゃ反応してんじゃん、こっち側。う、待って、これだわ、確定、これいきますよ。はい、ここパカッと開いているんだろ。 OK、 テレユ、プシュー、俺はテレユ、お前なかなか熱いな。冷蔵庫の中にいたからそう感じるだけだと思いますよ。はい、ここ実体化させて後ろにドッカンドッカンで倒していきましょう。これ水に当てれば高得点とかそういうのはないですよね。そしたら散らばった金塊を集めたい。待って、金の延べ棒飛びすぎじゃない。
こんなに飛ぶことある？はい、そしたらはい、またここダークライトを当てていきたいんだけど、おっとっと嘘でしょ。はい、ここダークライトを当てて実体化していく。そしたら待って、こっち方向に引っ張るのもちょっとあれだな。でもしょうがないか。はい、1回2回目以降はこっち側に叩いていきましょう。 OK、 全てのテレサを捕まえた。おっと、じゃあ15階にはテレサいないのか。とりあえずじゃあテレサはコンプリートしたみたいです。よーし、じゃあ宝石取りに行きますか。さっき言っていた場所ですね。こっち側から行った方が早いと思いますが、はい、重い扉をバーッと動かして下に降りていきましょう。あの水路のところのあれどうするんだろうな、なんか分かんなかったんですよね前行った時に。うーん、ダークライトかな、Y か、 Y のあの9番かもしんないし、いやでも前行った時全部違ったような気がするんですよね。ちょっと偶意地とかも使いながら謎を解いていきましょう。待って、こっち側で合ってますよね。だいたいマップは頭に入っているはずなんですが、あそこにお金はあるけどあれはもう出ないのか。なんかね、あの黄色いお金が入ってる袋あるじゃないですか、あれって2回同じとこやっても多分お金出ないんですよね。1回までしか出ないみたいな縛りがあると思うので無視していきましょう。でここを通ってまだまだ奥ですね。結構遠いな、あっちから戻ってくるのも一苦労だと思いますが、はい、ここを後ろ側に行ってこの辺ですよね。ここ曲がった先によくわかんない土管があるんですよ。これわかんないんだよな。一応ね覗いてみるとこんな感じなんですけど、え？なんだ、ダークライト？ダークライトで照らしてみますけど、周りに何かあるわけでもない。これか？これ引っ張る？いや、これ違うな。あの、ボートに乗ってる時じゃないと意味なかったやつですね。じゃあなんだ？ Y か。また、落ち着け落ち着け。はい、この9番をこう、あ、待って、これっぽい。そんな簡単なことなぜわからなかったんだ。これで外れるのね。で、グージさん中に入ってください。なんだよ、こんなに簡単だったのか。なんだ、ここへ？潜水艦？なんか潜水艦っぽいものが出てきたんですが、絶対ここにあるでしょ。待って、どこだ。ハートはいいとして、ダークライト、ダークライトは関係ない。これ、この火をなんだどこにつけるんだ。この火を後ろ側、あ、そこの燃料ですね、燃料のところにこれを入れましょう。そうすればグイジさん、なんで火にも弱いんでしたっけグイジさんって。はい、ここ入ってもらって、どうにかすれば宝石が手に入ると思うんですが、おーっと手に入った。なんだ、あ、やっぱりあそこか。ここのかまどに火を入れるっていうのが正解だったみたいですね。この辺のこのザリガニみたいなのとかも取れないか。それでは最後のフロア、地下1階に向かっていきましょう。はい、地下1階に到着しましたけど、今回はこれくらいにしておきますか。じゃあ次回はここの宝石集めからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。